ネオチーム選手を紹介いたします。はじめにレジェンドホワイト、ゴールキーパー瀬田達彦背番号1、ディフェンダー今井圭三背番号2、ディフェンダー菊川義雄背番号3、ディフェンダー森岡雄三背番号4、ディフェンダー宮本恒也背番号5、ミッドフィルダー平沢修作背番号6、ミッドフィルダー藤島信夫背番号7、ディフェンダー鎌田光雄背番号8、フォワード上田忠彦背番号9、ミッドフィルダー松永明背番号10、フォワード久保達彦背番号11、ディフェンダー鳩康弘背番号12、フォワード伊坂見人背番号13、ディフェンダー山岸康代背番号14、ミッドフィルダー柳田美幸背番号15、ディフェンダー第二国屋背番号16、ミッドフィルダー高倉麻子背番号17、ミッドフィルダー戸田和幸背番号18、フォワード泉美幸背番号19、ゴールキーパー鈴木亮太背番号21、監督鎌田光雄。続きましてレジェンドブルー、ゴールキーパー田口光久背番号1、ディフェンダー奥出真康彦背番号2、ディフェンダー松木安太郎背番号3、ディフェンダー堀池拓実背番号4、ディフェンダー小村範夫背番号5、ディフェンダー津波聡背番号6、ミッドフィルダー本田康人背番号7、ミッドフィルダー北澤剛背番号8、フォワード中山雅史背番号9、ミッドフィルダーラモス・ルイ背番号10、フォワード松浦俊夫背番号11、ディフェンダー矢野京子背番号12、ディフェンダー柳本博介背番号13、ディフェンダー中地舞背番号14、ミッドフィルダー吉田美津背番号15、ディフェンダー斉藤俊秀背番号16、ディフェンダー伊原正美背番号17、ミッドフィルダー宮本智美背番号18、ディフェンダー土橋裕樹背番号19、ディフェンダー長留薫背番号20、ゴールキーパー小島伸幸背番号21、ミッドフィルダー野田明美背番号22、監督岡野俊一郎。前田は